ーの愛媛、香川、徳島、高知、勝手に四国観光大使タイトル。はい、というわけで今日も YouTube 撮影していきましょう。まずは自己紹介、おきちゃんから。はい、岡山県出身、20歳のおきゆかです。よろしくお願いします。はい、香川県出身、空花こと坂木美優です。よろしくお願いします。はい、徳島県出身の谷口真ひなです。よろしくお願いします。はい、愛媛県出身、マイキューこと中村舞です。よろしくお願いします。はい、愛媛県出身、兵頭葵です。よろしくお願いします。はい、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりです。よろしくお願いします。はい、というわけで今日の企画は、絵を見て当てろイントロイラストクイズ。はい、ルールを説明します。これから誰か一人に AKB48 さんか ST48 の曲名と歌詞の一部を見せます。そしてその歌詞を制限時間1分でイラストにしてください。その完成したイラストを見て他の5人は曲名を当ててください。わかりましたか？はい、はい。はい、まあ最初はちょっと絵心がありそうな葵ちゃんでお願いします。あ、ありそう、ありそう、オッケー。はい、葵ちゃんに曲名と歌詞を見せてください。それでは1分スタート。え、難しいんやけど、待ってやばあ、間違えた。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了でーす。イラストが描けたと思うので、はい、葵ちゃん出してください。イントロイラスト、ドン。うまっ。これは、おぉ、じゃあみんな答えをスケッチブックに。上手だな。嘘。うまっ。髪型とかは関係ない。髪型関係ない、うん、え、わかった？余裕かけました。みんなで一斉に回答を見ていきましょう。せーの。やばい。おきちゃん、ペダルとサインときたみちと。え、違う、私間違ってる。マイキュー、ペダルとサインときたみちと、福田ペダルとサインときたみちと。マキちゃん、会いたかった。マキちゃん、なんで会いたかったと思ったんですか？え、なんかもう自転車から始まるから。あー、なるほど。風花は余裕って言ってたけど。え、だって、ペダルじゃねって思って、もう。迷った、めっちゃペダルと迷った。でもそっか、歌詞か。歌詞か。確か、あ、確かに。なんかめっちゃさ、全力感出たるくない？なんか確かに。え、会いなかったかもしれん。やばからんペダルかもしれん。どっちやろ。というわけで、ちょっと割れましたけど、葵ちゃん、正解は何ですか？正解は、会いたかったです。すごい、嬉しい。風に膨らんでるシャツもって。膨らんでます。本当だ。坂まで登ってます。そこまでわかんなかったけど。うわぁ、これは難しい。ミステリーなクイズ王だ。まひちゃん、さすが。というわけで、まひちゃんだけ1ポイント。やばい。すごい。すごい。すごい。え、面白い。ね、面白い。歌詞わかんない。続いていきますか。まきちゃん、見たら見たって言って。おー、見ました。オッケー。はい、じゃあ制限時間1分スタート。え、これちょっと情報量が多い。ヒットイラストドン。情報量が多い絵になるかも。
10、9、あ、じゃあちょっと書き足して、7、6、5、4、3、2、1。はい、はーい、出ました、はい、イントロイラストドン、ドドン、あじゃあみんな回答を書いてください。これは結構でも自分的には分かりやすく書けたかなって感じ。あー、分かった、めっちゃ分かりやすい。え、分かりやすい、めっちゃ分かりやすい、やった、めっちゃ分かりやすい。全然自信がないわ、これ無理。みんな書けましたか？はい、オッケー。みんなで一斉に回答を見ていきましょう。せーの、お、あー、あー、おぉー、ナイスなお手書き、ナイスなお手書き。あー、君と僕の関係、まあ、絶対違うと思いましたよ。あ、カフェテリアでみたいな。カフェテリアで、あー、あー、ね、な、え、恋する包丁クッキー要素あった？恋って書いてあった。今夜に聞いていたら、ね、もう知らぬ間にリズムに合わせて、すいません、え、おっか、正解はじゃあ、はい、正解は恋するフォーチュンクッキーでした。おー、すごい、へぇ、正解者が多い。めっちゃ分かんなかった、なるほどね。カフェは何なん？カフェテリア流れる味、ぼんやり聞いていたら、面白い感じで書きました。イラストなのにさ、恋って書いちゃってるもんこれ、これないとちょっとフォーチュンクッキーがめちゃくちゃちょっと難しかったです。おみくじ要素も、ね、あー、なるほど、うん、あ、本当だ、書きました、すごい。続きまして、じゃあ空海いきますか。お、はい、見ました。じゃあ制限時間1分スタート。え、6つ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。イントロイラストドン。はい、もう最悪かも。え、あ、え、え、あ、わかった。あ、でも結構わかりやすい。マジ？どういうこと、どういうこと？めっちゃわかりそうやん、指の感じ。え、わかるか、めっちゃさ、あれめっちゃわかる、おもろい。なんかその人の上のサナダムシみたいなのがめっちゃこれ結構ね、わかるわかるね。はい、それでは一斉に回答を見ていきましょう。せーの、あー、そっちか。あー、夕日を見ているか、僕の太陽、僕の太陽、暗闇、サンサン太陽。あれ、ちょっと待って、え、でもマヒちゃんのサンサン太陽聞いてる。ごめん、作った。作った。創作作った。創作もできるということで、というわけで、クーカー、正解は何ですか？正解は、暗闇でーす。あ、やった。どういうこと？どこに暗闇要素があるの？解説してや。いや、マジで、これ、超難しいんやけど、太陽は水平線のかなたを目指して、で、R、でも文字書いたらいかんからさ、うん、こうなんか、その話になってた。やば。なんか、ひらちゃんが毎回しとるよね。そうそうそう。これで、何かをやり残してるような悔いはないのか、ちょっと悔い。でも、R って思ったら R にしか見えんなった。確かに。でも難しかったよね、これ。うん。よし、じゃあ、続いていきましょう。はい、というわけで、続いての出題者は、じゃあ、まひちゃん。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了。イントロイラストドン。
あー、オッケー。かわいい。かわいい。ゆるキャラって感じ。うん、そんな単純な問題じゃないんかな。単純。騙されないで。えニックもあったね。迷ってる。もう思ったものを書けばいいんだよ。わけで、一斉に回答を見ていきましょう。せーの。あ、全員ポニーテールとシュシュ。マキさん、正解お願いします。正解はポニーテールとシュシュです。えどこの部分、ターバネタ、普通にポニーテール。ポニーテール、あー、シンプルで分かりやすい。分かりやすい、うん、じゃあ次は私が書こうかな。いやー、これは苦しめるかも。終了でーす。はい、イントロイラスト、ドン。なんだろう、なんだ。平面です、これは。平面、平面、なんか、平面。どういうこと。これはダメだ。苦しめるな、これは。こんな歌あったっけ。みんな聞いたことある？絶対ある。絶対あるの？もう、聞きまくってる。じゃあみんなスケッチブックを見せてください。せーの。暗闇、フライングゲット、少女たちを瀬戸内の声、無謀な夢を喋ることがない。あー、瀬戸内の声だ。いや、瀬戸内の声って書くかなと思った、葵ちゃん。でも、無謀な気がする。私、瀬戸内だと思う。じゃあ変えていい？変える？じゃあ答え言いたいと思います。はい、答えは無謀な夢は覚めることがないです。やっぱり。おお、銀河だぜ。はぁ、目の前には、あ、無限が横取る。無限、銀河を飲み込んだ夜明け前の海です。でも、あ、難しい。じゃあ、最後は STU 切手の画伯、中村舞さんにレベルを思います。レベルを上げて。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。難しい、なんか。マイキューのイラストを取材してもらいましょう。イントロイラスト、ドン。これもう歌詞です、歌詞。おっ、いやー、待って、なかなか。どういうこと。何これ、頭の中音符。歌詞です。歌詞、どう支配されてる人みたい。絵のなんか独特、やっぱり。書けましたか。はい。じゃあ、一斉に買った回答を見ていきましょう。せーの。でん。ヘビーローテーション、ヘビーローテーション、ヘビーローテーション。君はメロディー。でもメロディーがいっぱいあったから。あー、なるほどね。確かに。確かに。君の頭はメロディーだよ。君の頭はメロディー。というわけで、マイキュー、正解は何ですか？正解は、ヘビーローテーションです。あー、イエーイ。ガンガン鳴ってるミュージックで、うん、頭の中で鳴ってるね。面白い、難しい。はい、というわけで、まあね、うすうす感づいてるかもしれませんが、ポイント発表したいと思います。はいはい。おきちゃん2ポイント、はい、福田2ポイント、クーカ3ポイント、マイキュー2ポイント、マヒちゃん3ポイント、そして、アオイちゃんが4ポイントということで、アオイちゃんの優勝でーす。やったー。やったでもご褒美とかないよね、別に。なんかじゃあ、なんかある、希望ある、希望。特にない。特にないかい。もう一回したい。楽しい。この企画ね。うん。あー、なるほど。確かに楽しい。うん。まあ、優勝した葵ちゃんは、この四国メンバーの絵を見てね、気持ちが分かってるってことで、うん、素晴らしいんですけど、
だから、うん、駅、福田、中村、この3人はですね、ポイントが一番低かったということで、最後にちょっとした罰ゲームをしたいと思います。ああ、はい、なんだろう。今回の罰ゲームは、めちゃくちゃぶりっこをしながら締めの挨拶です。しんどいやつだ。じゃあ、めちゃくちゃ可愛くしましょう。はい。はい。どうぞ。いきます。チャンネル登録、高評価、コメント。よろしくお願いします。また次回も見てね。バイバーイ。